今日のコメント。夏休み楽しいけど宿題めんどい。夏休みの宿題ってめちゃめちゃ多いから大変だよね。僕は全然宿題やってなくて先生に怒られてました。どうも春かったです。皆さんポケモンキャラのイラストは好きですか？どのイラストも素敵ですよね。そこで今回は髪を下ろした姿の女子キャラのイラスト紹介パート2をやっていきたいと思います。手は関係ないけどクーラーのせいか頭がずっと痛いです。でもつけないと熱すぎるもんね。ね、つけないと溶けちゃう。とやくなかったら最後まで聞いててください。髪を下ろした姿の女子キャラのイラスト紹介パート2。今回紹介するのは髪を下ろした姿の女性キャラのファート第2弾です。書かれた方はもう何度もコラボさせていただいているシャバナメイさんなんですが、今回も許可をいただいているのでいくつかご紹介させていただきます。ちなみにシャバナメイさんは投稿頻度がめちゃくちゃ高くて毎週1枚以上のペースで新規イラストをアップされているすごい絵描きさんです。ぜひ概要欄からツイッター飛んでフォローしてみてください。シャバナメイさんとの過去のコラボ動画も概要欄に貼っておきますね。そしてこの間も話したんですが、シャバナメイさん最近プレイマットを発売されたみたいで、興味のある方はぜひツイッターから購入をお願いします。あと女性のセリフに関してはまたまた僕の友達の VTuber ひなたまちゃんに演じていただきました。彼女は本当にプロ声優と変わらない実力の持ち主で、この動画ではいろんな女性キャラの声を当ててもらってます。たまちゃんの声も好きって思った方は概要欄から飛んでチャンネル登録よろしくお願いします。それではまずナンジャモ。ナンジャモは SV に登場する電気タイプのジムリーダーですね。大人気の動画配信者ではあります。そんなナンジャモの髪の下ろした姿はこちら。みなのもの、スクショタイムだぞ。脳内フォルダに焼き付けろ。かわいい。ナンジャモはいつも前髪をリボン状に結んでいるんですが、下ろしてる姿はめちゃくちゃかわいいですよね。ナンジャモのサービスショットじゃん。配信中にこれやられたらきっと閲覧数は爆上がりしますよね。次はチリちゃん。チリは SV に登場する四天王の一人ですね。イケメンでかっこいい女性ということで世間の女性たちに大人気の人物です。そんなチリちゃんが髪を下ろした姿がこちら。お疲れさん。なんや、チリちゃんの顔なんかついとる？髪を下ろしてでもかっこいい。なんか色気が増した気がします。これどちらかといえば女の子の方がキュンキュンするんじゃない？次はリーリエ。リーリエはサンドムーンに登場する女の子です。リーリエが髪を下ろした姿はこちら。どうもお疲れ様でした。私も全力の姿オフです。全力の姿オフですって発言が可愛いですね。いつも横の髪を三つ編みにしてたりポニーテールにしている時が多いんですけど、金髪ストレートも素敵ですよね。次はルチア。ルチアはオメガルビーアルファサファイアに登場する女の子です。公園地方ナンバーワンコンテストアイドルという肩書きを持っています。そんなルチアが髪を下ろした姿はこちら。お、びっくりした。もう帰ったんだと思ったよ。かわいい。アイドルの裏側って感じですね。プライベートの顔を見れた気がしてめちゃくちゃいいです。なんかルチアって他の髪型も似合いそうですよね。最後はハルカ。ハルカはルビーサファイアの女主人公です。アニメでもヒロインとして登場しましたね。そんなハルカの髪を下ろした姿はこちら。お疲れ様、今日もたくさん歩いたね。これはリメイク版のハルカですね。いつもはバンダナを結んでいて後ろも一つ結びにしているんですけど、バンダナを外すといつもより大人っぽく見えますよね。オフの時って感じで可愛いです。以上ですがどうでしたか？他にもシャバナメイさんのツイッターにはたくさんのイラストがアップされているので、ぜひツイッター飛んでみてください。ひなたまちゃんのチャンネル登録もよろしくお願いします。とまあこんな感じで髪を下ろした姿の女性キャラのファード紹介パート2でした。ちょっともうスターチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。